すごい速欲。化粧はその後ですから。ああ。炭酸抜き。食ってやる。食ってでかくなってやる。安藤さん、あなたのパワー必ずこの体に詰め込みますから。あ、そうかい。すみません、ここ来てから何も食ってなかったもんで。ずいぶんボコボコですね。戦友の形見でな。野村さん、真田さん、倉石さん、千葉さん、俺、一生忘れません。どうした？食わんのか？せっかく腰を取ったんだ、遠慮すんな。まあいいか。お前、あっちの世界じゃそれなりに名前売ったらしいじゃねえか。お待たせいたしました。小豚の丸焼きを一人で食するのか。大きい。2メートル、いや2メートル10センチ、それ以上。大したごちそうでもないけど、戦争中だしな。